全選手を代表いたしまして、ハードヒットプロデューサー佐藤光選手に皆様にご挨拶を申し上げます。本日はご来場誠にありがとうございます。ハードヒットが初の地方開催ということで、北の聖地ここ札幌に来れて感無量です。第1試合第1チームの選手の層の厚さにも感無量でしたが、これから第2部優をする者たちで本戦のプロの試合を見せていきたいと思います。今日は記念すべきハードヒットの初地方進出大会ですが、もう一つ優の大先輩のデビュー20周年、そして引退試合を行うことになりました。大先輩は、俺はユーロリングで生まれたからユーロリングで終わることにするよと言ってくれました。その言葉だけがこのハードヒットを開催する原動力となりました。我々ユーロ優勝する者はこのリングで行うことはプロレスの本質、強く殴り、強く蹴り、思い切り投げ、そして決めることです。一生懸命戦います。よろしくお願いします。ありがとうございます。選手会長、それではここでハードヒット公式ルールについてご説明をいたします。試合時間は10分と15分の2種類で、10分は3ロストポイント制、15分は5ロストポイント制となります。また本日行われますタッグマッチでは1チーム4ロストポイント制となります。勝敗は KO、 ギブアップ、ロストポイント喪失による TKO、 その他レフェリー、ドクター、セコンドのタオル投入などによる TKO によって決まり、スリーカウントホールはございません。続きまして、ロストポイントについてご説明をいたします。選手は試合時間に合わせ、10分は3ポイント、15分は5ポイントのポイントを保持しており、打撃や投げ技によりレフェリーがダウンを認めたとき、ロープエスケープをしたとき、軽度の反則をしたときに1ポイントずつポイントを失い、すべてのポイントを失った時点で TKO 負けとなります。なお、ロープエスケープはいかなる場合でもロープを掴んだり足首より先をロープに引っ掛けた場合に適用されます。また重度の反則とレベルになりました場合は反則負けが宣告されます。続いて反則について説明をいたします。これから説明をする行為は反則となります。拳による頭部への打撃、肘による打撃、ニーパッドをしていない状態での膝による打撃、レガースをしていない状態でのすねによる打撃、頭突き、首への打撃攻撃、背骨への打撃攻撃、指による攻撃、指関節を決める行為、頭髪をつかむ行為、コスチュームをつかむ行為、故意に粘膜に触れる行為、またハードヒットでは足の裏以外がリングについた状態をグラウンド状態といたします。そして
片方および双方がそのグラウンド状態にあるとき、足による打撃は反則となります。またその他レフェリーが危険とみなしたすべて、こちらも反則行為となります。本日はレフェリー小助健治、基礎体制ドクター鈴木によって運営をされます。以上、簡単ながらルール説明をさせていただきます。それでは大変長くお待たせいたしました。ただいまに本日の第1試合、10分日本勝負スピードゾーンの戦を開始いたします。青コーナー、柴田選手の入場です。第1試合、10分日本勝負スピードストーブの戦、青コーナー、ピースラボルトが振り120センチ足を振る柴田太郎、
芝さん、やり返せ。第2試合、10分1本勝負スリーのところと行います。アウトだけ真下隼人選手の入場です。
第2試合10分1本勝負スリーロストフォルト青コーナーギャルジャパンからです。180cm 走るマジハヤトアルタアルコーナー DDT プロレス坂口登場位置
第3試合、宮下智也メモリアルタッグマッチ、地獄日本勝負、トーナメントポイント。アウトが170cm、78kg。
先生。あとはどこの時に。Thank you.
すいません、お会いしちゃったのに。すいません。この試合、宮下智也、メモリアルマッチというので、やらせてもらいました。山崎さん、すいません。お願いします。自分が仲間の総合格闘家宮下智也は苫小牧出身の選手だったんですけど、2年前の大晦日に癌で亡くなりました。もう時間経っちゃったんだけど、あいつの最後の言葉で忘れないでくださいっていうのがありました。どうしても3年前だけど、どうしてもこのあいつの生まれ育った北海道を経由して試合がしたくて、今回無理に試合させてもらうことができました。あいつは最後までガーッと戦いながらも、もう一回リングに上がりたいって言ってました。最後まで諦めない気持ちをもらったんで、僕らも最後まで諦めずに、この生かされた命でこのリングで戦っていきたいと思います。宮下智也、ありがとう。第2試合、10分1本勝負、スピード争奪戦、ハーフコーナーよりスーパータイガー選手の入場です。
第2試合準備の日本勝負スピードソファリゼ青子リアルジャパンプレス170cm90cmスーパータイガー青子バルバルジャパン170cm93とカーバー両方ウィンストレス Ha ha ha.
Thank you.
残り30秒。
重たい。いけ。エスリー太郎選手、マサフルドイッチ。はい。
変長くお待たせいたしました。これより本日のメインイベント、山本健一デビュー20周年記念試合会のインパイ試合15分一本勝負ファイナルストップ戦を行います。青コーナー上山龍選手の入場です。本日のメインイベント、山本健一デビュー20周年記念試合のインパイン試合15分一本勝負ファイブロソフト、青コーナーユースピリットジャパンマーシャー初代ディープミドル級王者181cm80kg UWF。
Merci. Thank you.
手ノンストップポイント4、残り1ポイントで TKO 負けとなります。それではただいまに引退セレモニーを行います。まずは花束の贈呈です。パワーオブドリーム人生大岡しおり様、
した選手。その舞台が
海道に来るね、足がかりに僕の20周年がなればいいなと最初は思っておりました。しかしながら、対戦相手が今日亡くなった、上山隆之ということが発表されて、僕の中で、ビビッとね、するものが取れました。このタイミングを逃したらもう僕はこの引退する後期を失うんじゃないかと、強いてはこっちでやろうとするね、底辺からね、新しいカルチャーの創出、そういったこともね中途半端に終わってしまうんじゃないかと、そんなふうに、感じました。そこで口ではね、北海道で骨を削れるとか、なんか今頑張りますとか言えるんですが、今までやれることはやってきたつもりなんですけども、何よりね、僕は引退をこの場で、地元大阪でもなく東京でもなくこの今住んでいるこの場所で引退を決意して引退試合することが一番の北海道にいる次の時代を担う、若者たちの、対してのメッセージになるんじゃないかと思って、被災者の人たちにも何も言ってなかったんですが、私は引退を発表させてもらいました。引退を発表したことで急遽ですから、大変被災者の、皆さんには困惑と、ご迷惑をおかけしたかと思います。でも僕はとにかく、自分の引退をかけてでもこの北海道の地にこの新時代の優と呼べるハードヒットを上陸させたかったんです。大変長らくお待たせしました。今北海道に優の国が帰ってきました。それで僕はもう時代の担当なので、僕の現役はここまでです。ここから先は優の遺伝子を引き継ぐ、今日戦った、この先の新時代のあいつらの、力です。そいつらにバトンをタッチして僕は、今日この場で記憶に引退したいと思います。本日はどうもありがとうございました。最後にね、祖母の、僕の大好きな星、水とあれば今日なる、この言葉を、北海道に全ての人たちに、捧げて終わりにしたいと思います。星です。一粒二粒のね水が、下たり落ちるとそこが水たまりになって、水たまりがやがて、ね、川となりやがて海となります。そんなつもりで北海道で僕は頑張っております。でも一人なら何もできません。今日ここに参加していただいた皆さん、どうか僕に力を貸してください。そして僕はこれから先北海道の、格闘技の発展、プロレスの発展、そして地域は日本万国外の発展のためにここでこの場所から水になれば今日なるという気持ちで頑張っていきたいと思います。どうぞこれからもここに力を貸してください。ありがとうございました。
カウント方向を